トニー・ロビアンコは、アメリカ合衆国の俳優、映画監督、プロデューサー。ニューヨーク・ブルック・リンク出身。俳優としてだけでなく、監督、脚本、プロデュースも手掛けている。元、ゴールデングローブのボクサー。タクシー運転手の息子に生まれる。イタリア系。オフブロードウェイ賞、ヤンクス -3、デトロイト -0、トップ・オブ・ザ・セブンスでは失われゆく。 野球界のイコンを演じ、オビー賞、市外演劇批評家協会賞を受賞。また、アーサー・アミラーの、端からの眺めでは、トニー賞のノミネーションとなり、一人芝居、市長。では、批評家から、絶大な賛辞を受けた。この一人芝居は、歴代ニューヨーク市長の中で名市長の誉れ高い、フィオレラ・ラガーディアの人生をもとにしたもので、ロビアンコは後に、これを教育テレビで、 ドラマ化し、エミー賞を受賞した。映画俳優としてのロビアンコは、カルト映画のクラシックとして名高い、ハネムーンキラーズで一躍評価された。冷血のプレイボーイが、がっしりした体格の看護婦と、ペアになり、裕福で孤独な女性をカモに左手した挙句に、殺害するという役どころだった。その後出演した映画、フレンチコネクション、重犯罪特捜犯 ザセブンアップス、愛の断層希望の街ニクソン陪審員などでは年を経るごとにさらに重厚で磨きのかかった演技を見せ多面的な役柄をこなす名優としての評価を得た。テレビ界でのロビアンコはトレンド現象となるようなシリーズにこそ恵まれなかったものの名ボクサー、ロッキー・マルシアノを描いたテレビ映画シリーズ、伝説のボクサー・ロッキー・マルシアノ、ベラ・マフィアなどでは 高視聴率を稼ぎ出した。監督としては、テレビ番組、ポリスストーリー、映画、仮面のレジデンスを制作した。映画制作や、出演の傍ら、厚労省を受けた、サンズ・オブ・イタリー・ファンデーションでは、スポークスマンとして、また、ループス・ファンデーション、糖尿病や貧血症などの医学財団、ニューヨーク市警察コロンビア・アソシエーションなどなど、 数多くの団体のチャリティー活動も行っている。ありがとうございます。